木木は、様々なメディアでの木材感、木材柄での芸術的模倣を指す。この方法は、ルネサンスとトロンプルイユに、ルーツがある。これは、おそらく共通した鉄の材料によるロット、バレルバンド、およびチキンワイヤーなどを、ラクイヤーズと呼ぶフランスの庭の職人により、鉄のアーマチュアを使用したコンクリートを用いた、最初の例である。 クラフトの初期の例で現存するのは1867年にパリでの博覧会のために開かれたビュットモンにあり、1873年に発明者ジョゼフ・モニエールは橋が含まれるように特許を拡大。フランス、チャスレットの館の堀を、彼は鉄筋コンクリートで設計された最初の橋で横断する。パシー、ピットライト、キャプチリングネーチャー。 ザセメントスカルプチャーオブディ・ニジオ・ロドリゲス2005テキサス A&M ユニバーシティプレスによるとそれは材木に似せて彫刻されていた。木木はコンクリートを組み合わせて使用しモルタルやグラウトは木製の材のリアルな表現を彫刻するために鉄骨やアーマチュアが適用される。混合物は湿潤なパテ状態でまたはわずかに固くしながら 最終的な仕上げを施すことができる。技術は職人によって異なる。1940年代後半から19世紀で最も人気のあるアンティーク木木は実際にはほぼ専門家の衰退経過とともに消えてしまった。いくつかはそのピーク時から残る今非常にコレクターの間で珍重されている。メキシコとテキサス州では装飾木木のスタイルは時々 エル・トラバイのラスティコノとして知られている。多くの場合、蘇生物と着色の両方で、より現実的な外観、並びに、本場を州に匹敵する作業より細かく、詳細な仕上げによって特徴を付けられる。この世界で高い評価を受けていた、芸術家、ディオニシオ・ロドリゲスは、はじめにメキシコで活動し、次にテキサス州にわたる。 ロドリゲスは世間にそう広く知られていないが、彼の大規模な装飾義母は、キャプチリング・ネイチャー、ザ・セメント・スカルプチャー・オブ・ディ・ニジオ・ロドリゲス、2005、テキサス、A ・エ m エム・ユニバーシティ・プレスによると、国家歴史登録財として登録されている。ディオ・ニシオの老いは、今も、義母を作成する、芸術家の数少ない一人。日本で最初期の義母が用いられた場所は、 新宿御苑の庭池橋の欄干である。これ1904年にセントルイス万国博覧会に陳列されていた義木を出張中の議官が購入、国内に持ち込んだものである。義木も景観材として義岩や義石などと同様の用途として開発されたものにある。井上茂美、菅原大輔義木によると日本国内では用途の90%は 道路構造物や公園などの公共空間に用いられているという。道庁はこうした使用法をネガティブに捉えて論述されている。札幌市が造園工事標準図の参考図の3プラ義木を掲載しているなど、自治体の造園工事標準図に参考図が掲載されている。荒木吉にも日本造園学会賞を受賞したリーガロイヤルホテル大阪滝の庭園では、 プラ義木を使用している。以降、日本庭園にも様々に使用されており、東京農業大学の阿波野隆氏が、西日本方面の銀紙、義木を用いた、近代和風庭園、甲子園の旧日立庭園や和歌山県海南市に、あることの裏温泉草園の庭園調査やなどを、通して、日本においての銀紙、義木を用いた庭園技法と変遷を整理している。また、 左官的熟ウェーブ塗り壁の文化を伝える近代の造園資材としての義木、左官的熟ウェーブ塗り壁の文化を伝える義体、この不思議な世界。そして、義の技などで、大体の変遷が読み取ることができる。これらでは、左官からの技術導入がなされたこと。そして、近代に、庭園や公園が多数造営された東京、大阪など大都市圏で議員し、義木の広報が、 近代造園家及び造園技術者によって検討され始めたのを対象末期としている。時期的には東京の庭師、松村主家が椎葉平一にアイデアを持ち込むが椎葉は小林観山、椎葉さんと義母儀石づくりにある通り小林観山らと取り組み大阪の天王寺公園和風庭園で議石製滝石組とともにさらに民間の庭園にも導入していく。 一方で、松村は、東京で、石田清平と取り組み、東京の有栖川の宮記念公園地線銀志護お及び木木橋で成果を実らせる。この他には、小川寺兵の手がけた、京都の都ホテル庭園でも議席制た機石組とと共に、また、同時期、洋風庭園を各所で手がけていた、橋本八重さんなども、人造機と名付けて、製造販売に取り組んでいる。この 1924年に建てられた、富田林寺内町にある南、桂原ケベ邸の門や、レンガタイル張りの柱に棚を組んで作ったパーゴラにも、義木が使用されている。ありがとうございます。